はい、皆さんこんにちは。今日2つ目の話題です。ニュースを見ておりましたら、 MRJ の増産が始まったというものがありました。非常に良かったなというふうに思います。 MRJ 何かと言いますと、三菱リージョナルジェットという略称でございまして、これは三菱重工という会社が作っている、まあその子会社なんですけどね、が作っている、まあ中型といいますかね、旅客機でございます。で、国産でジェットの旅客機っていうのはこの規模では初めてですね。で、その少人数を運ぶのはホンダジェットっていうのがございまして、これ世界中で売れてるんですけども、これはもうすでにあるんですけども、その何百人かを乗せる、これ150人ぐらいでしたかね、定員は乗せるようなジェットっていうのは初めてでございます。で、これが量産に入ったっていうことは、もうその安全性っていうものが確認されたというふうに解釈していいのかなと思います。もうね、何年も遅れてたんですよ、これ何年も遅れてて、ほんまにできんのという話になってまして、このせいで三菱重工という会社、日本の名門企業なんですけども、経営の危機を迎えていると言われていました。いや、2つ意味があってですね、1つはその三菱重工という会社がこれで多分救われるんじゃないかなと。まあ名門企業ですからね、三菱重工っていうのは。で、まあ良かったなっていうのが1つございます。で、これを作ったのが三菱重工っていう会社は、かつてね、ゼロ戦を作った会社なんですね。で、皆さんご存知のところで言えば、ジブリのアニメで君の名はっていうのがございましたね。二郎さんという技術者がゼロ戦を開発していく過程をですね、描いた、まあヒット作ですけども、あの会社が三菱重工なんですね。で、まあゼロ戦は大活躍をします。戦争で1941年の日本時間12月8日に日本とアメリカの戦争が始まったんですね。これはまあ別の機会に言いますけども、アメリカのフランクリン・デラのルーズベルトという人がこう日本が戦争しなきゃいけないように仕向けたんですけども、どうもそのローズベルト自体は楽勝で勝てると思ってるらしいですね、日本に対して。で、まあああいう時代ですから、ネットもその、まあ、テレビもないわけでして、その日本のこう海軍とか海軍航空隊っていうものも甘く見てまして、まだ服用機だろうぐらいに思ってたらしいんですよ。ところが戦争を始めてみると、ゼロ戦っていうのが出てきて、もうコテンパにやられたわけですね。アメリカの海軍もアメリカの航空勢力、陸軍と海軍分かれてますけども、で、もうゼロ戦に勝てないと。最初の頃はですね、ゼロ戦を見たら逃げろという指示が出てたぐらいなんですよ。もうだから本当にこのアメリカ海軍、陸軍の航空隊も苦労をしながらですね、このゼロ戦をやっつけていって、最後にはアメリカが勝ったんですね。で、アメリカが勝った時どうしたかと言いますと、もう二度とね、日本と戦いたくないと思ったわけですよ。だから今みたいな憲法を押し付けたりとかいろんなことやったんですけども、その政策の中の一つに、もう日本に飛行機作らせないっていうのがあってですね、もう占領期間中は7年間続きますけども、全く飛行機は作れなかったんですね。で、それまで培ってきた日本の航空産業、昔は航空日本なんて言ってました、そのゼロ戦の時代は、もう80年ぐらい前ですけども、もうこいつらには作らせないっていうことで、7年間全く封印されたもんですから、立ち遅れました。その間プロペラからジェットに変わってたんですね、世界の航空勢力っていうのは。で、追いつこうと思っても追いつけないし、例えば自衛隊の戦闘機を国産にしようぜっていう動きもあったんですけども、ことごとくこれが潰されて、アメリカから変えようという話になって、その過程でロッキード事件みたいなことも起こったりもしました。ダグラス・グラマン事件みたいなのもありました。結局だから日本はずっとアメリカから戦闘機を買っているという状態で、1回は作りかけた、1回どころじゃないですね、3、4回作りかけてはいつもアメリカの邪魔が入って、作れなかったという歴史があります。で、今回
割合この本格的な MRJ がもし成功すれば日本の航空産業というものがにややこう明るい日差しが差すのかなと。アメリカはですね、その航空産業において自分たちが世界の覇権を握るんだということを国策にしてますんで、他国のその航空産業はことごとく潰しにかかるんですね。そういう国ですから、今回もまあなんとかね、今アメリカで実験で試験をしているそうですけども、まあ、それをくぐり抜けて、国産化できればこれは本当にいいことだなと私は思ってこの技術を見ました。はい、皆さんどうもありがとうございます。